小説の古典とされる主人公アシェンデンによる作家兼情報部員としての体験主義の形で物語が進む若き日を振り返った教養小説の大作人間の絆と同じく作者の分身としての性格が大きく出された作品でもある作中の描写はモームの実体験に基づく実際にモームは1910年代 第一次世界大戦半ばに従軍軍医から英国諜報機関へ転属勤務となり、ロシア革命時、つまりソビエト連邦成立直前のロシアペトログラードへ向かい工作活動を行った。後、第二次世界大戦前後から冷戦にかけてのイアン・フレミング、グレアム・グリーン、ジョン・ルカレといった情報部員としての実際の活動を創作に、 反映した英国作家の作品に、アシェンデンは、先駆したと言える。日本語訳は、ガツとロクペンスと並び多くの版元で刊行重版されている。本作中の二つの短編ザ・トレーターと、ザ・ヘアレス・メキシカンは1936年、アルフレッド・ヒッチコック監督の映画、館長最後の日の原作となった。ありがとうございます。